大きな拍手に迎えられて伊藤みどりの登場です。89年の世界選手権で1位になりました。日本人初の世界チャンピオンですよね。そうですよね。アルベールオリンピックでは銀メダルを取りました。曲はローズオブペイン、 X の YOSHIKI の作品、クラシックバージョンなんですね。さあ、昨日の練習ではね、この後トリプルアクセルを止めたんですけどもね、今日はどうですかね。これはやりますよ、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 しまい。完璧ですよ。今日のプログラムではトリプルを4回見せてくれる、って言いました。3年目、世界のメダリストと一緒に滑るチャンスは大変に嬉しい。プロになって一番大きく変わった点は伸び伸び滑ることができる、そうかもしれないですね、と言っていましたね。しかしさっきのトリプルアクセルですけどもね、5分間の練習で1回もやってないんですよね。もしかしてやらないんじゃないかなと思ったんですけど、いきなりやりましたね。すっごい集中力だと思いますね。普通やっぱり5分間の練習でやってないと不安でできないものなんですけどね、彼女の中にはそれが自信として出来上がってるんですね。すごいです。これの後がね、トリプルルッツからのコンビネーションなんですけどね、関係ないですね、完璧、すごい。もうね、僕もよく言うんですけどもね、伊藤みどりさんっていうのは100年に一度出るか出ないかの選手ですよ。地球的規模でですよ。すごい選手ですよ。女子のフィギュア界を変えましたよね、伊藤みどりさん。これは昨日はね、男子も女子も両方ね、してたんですが、伊藤さんのトリプルアクセルが一番高いんですよ。男が負けてるんです。ただトリプルですけどね、男負けちゃってるんですもんね。すごいですよ。今後100年出ないでしょ、伊藤さんみたいな選手ね。
バラを持った演出というのも綺麗ですね。そうですね。かなり長いナンバーなんですけども、感じさせないですよね。素敵な演技でした ね。ちょっとね、トリプルフリップでね、若干あのところにフェンスがあるからいけないんですよ。もっとフェンス広くしてくれれば成功したんですけども、まあリンクってのは限りがありますから仕方ないんですが、そこだけですよね。あとは完璧。なんて言ったってトリプルアクセルですからね。トリプルアクセルですよ。おい、いまだにアマチュアの選手トリプルアクセルできないんですから。女性でね、もう男性ではもうトリプルアクセル飛ばないと人間じゃないみたいな雰囲気になってきてますけどもね。さあ行きますよ、トリプルアクセル3回半回りますから、よく誕生してみてください。すごいですよ。1、2、3、そして半分と半です、ね、しかもこのランディングですよ。降りた姿勢の完璧さ、すごいですよね。これがトリプルルッツからの多分ダブルのコンビネーションだと思いますが、これは3回ですね。はい、トリプルルッツっていうのは難しいんですよ。世界で初めてトリプルアクセルを飛んだ女性ですからね。これが3回3回のコンビネーションでしょう。2つ合わせれば6回転ですから、これもできないです。やっぱ100年に1人ですね、伊藤みどりさんは。それ以上かもしれませんね。1000年ですかね。伊藤みどりの演技でした。得点が出ました。まずテクニカルエリア素晴らしいですね。10点出ますよ。10点、ブルーマークを連発されています。すごい。誰だ 9.9 を出したのはって怒っちゃいそうな感じがしますよね。もう興奮しテクニカルメリット 49.8 です。素晴らしい得点です。そしてアーティスティックインプレッションは、アーティスティックインプレッション9.9、うん、あら10点がないじゃないですか。 9.9。 でも緑さんのこの笑顔もいいですね。いいですね。あのね、これ10点出せないわけがあるんです。まだこの後に選手がいますからね。これ以上のこともしかするとやるかもしれないという部分がありますからね。 49.4、うん、でも高得点出ましたよ。いい点数出ましたね。99.2 という素晴らしい得点が出ました。いかがですか、高島さん、土川さん。いやー、もう感動しました。こちらおいでくださいませ。どうも。素晴らしい演技 で、ね、ありがとうございます。最初からすごいなんか迫力を感じましたよ。いくぞっていう。そうですね、あの最初はあのトリプルアクセルを、はい、あの練習では失敗してたんですけれども、はい、本番ではあの決まりましたので、思わずやったと思いましたけれども、土川さんも涙ぐんでね、感動したジーンときちゃいまして。あ、そうですか。でも全体的にはちょっと最後の方スタミナがちょっとなくて、スピードがちょっとなかったかなっていう感じはあったんですけれども。そうですか。でも終わった後、あのキスさんのクライアントのところで、先生は先生はって言ってらっしゃる。ちょっと聞こえてましたよ。あ、そうですか。やはり先生とお話はそこで。そうですね、もうはい、こっちからはちょっと最後の方元気がなかったねとチェックが入りました。あ、ちゃんと入りました。入りました。あのエキシビションの方なんですが、どんなこう演技を見せていただけるんでしょうか。そうですね、あの曲はあのキャッツからメモリーっていう曲。メモリー、はい、名曲ですよ。それを、まあ、メモリーっていうと思い出の曲っていうんですか、はい、いろいろ今までのその、まあ、現役生活を振り返りながら、また新たなこうプロへの道へこうスタートしてますので、あのまた新しい私を見てくださいというようなメッセージというか、あの思いを込めて滑りたいなと思ってますけど。あの曲は単に今流行ってるからとか、いい曲だからというんじゃなくて、いろんな皆さんそれぞれ思いをみんな持って選んでんですね。そうですね。あ、じゃあみどりさんもこうスペシャルなこう気持ちで今回。そうですね、はい、はい、素晴らしい演技を期待しております、ね。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして優勝おめでとうございました。あ、そうでした、ね、そうです、忘れた、優勝おめでとうございます。いやいや、もう本当に素晴らしかった、本当に、はい、もう場内もこれでもう大満足ですよ。ね、本当にどうも、はい、ありがとうございました。そして次また頑張ってくださいませ。はい、はい、いいよ。